全勝だけするように言ったら逃げよ。被害届け関係ねえの。俺は警察にな、寝回すような外地は寝回すって言うんだよ、面とか。ローラー作戦だとか寝回すって言うんだよ。ねえ、働いた男だよ、この汚い中で。こんなろくでもない連中と。こんな会社どこにもないから、他はもっと正直だよ、セールスは。ねえ、他のセールスマン、その環境では。それで誠実だし、お客からも信頼は信頼ないんだよ、お前とか、下着ばっかりで。軒下商売って言われてんだよ。え、軒下商売でうまく買いに利用して、それうまく使って、トラックと同じなんだよ、やり方が。運送屋と。え、誰も働かないし、学生迷惑するよ、なんで集めるなよ。でも帰るから。え、冗談じゃない。で、弁償だぞ。弁償。弁償させれば、やってやるよ。嘘は言わないよ。その代わりマックス5年だよ。その中で売れなかったらこれ製品って言うから、これ僕にしないと。あと売り方本当は購入しなきゃいけない。言ってやるよ。これで5年過ぎてもどうしてもダメやつだったらマックスあまり出てきたもんよ。自分のことやりたいんだよ。自分のために言ってたんだから。俺なんか人のために言ってんじゃないよ。誰だって兄弟人間みんな当たり前に使おうなんて思ったって無理だよ。ついてこないよ誰も。みんな上がしっかりしてないのについてくるわけないじゃないかなって研究の人のやつだ。みんな言ってるよそれ。池袋ではその通りだって。他の会社のやつはメーカーのやつは分かるよそれ。見てて音楽の得意なやつとかいろんなのが来るよ。芸能人も来てんじゃないのか。あとはテレビの関係も来てんだろそういうやつ。あとはエキストラだよ。あとは雲付近業界の頼まれたやつとかそんなやつは来てんじゃん。もう見るとパッパッパッパー、これはもうこれかあれかってみんな分かるよ。動き方で分かるよ。警察官だって偽物か本物かってのは分かるよ。ね、だから多分あと飲み屋の釣りしてきたり、ね、でこうやって呼んでんだよまた、ね、俺はこれ来るって、ね、言ったんだぞ。笠井さんに言ったよ。笠井さんに。笠井さんっていう人はこの間こう入ろうと思ったら今日は笠井さんが自分笠井さんの顔を立てて今日は悪いけどって言うからじゃあ分かったよって紹介して、この後電話したんだよ。ここでやんないで言ったんだから。でそれで対応しないんだろうね。一応俺は今日来たからね、約束通り。もうこれで帰るけど。で、弁償の話だぞ。帰るよ。何度言っても。2話のね、2話の。写真撮ってみればさ、写真撮ってみれば。